いどうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。今回は音楽配信チャンネルなどでよく見かける音楽に合わせてウェーブをビヨンビヨンさせる動画の作り方です。これをオーディオスペクトラムとかオーディオビジュアライザーというのですが、私も試しにこんな感じのチャンネルを作ってみたところ、意外と再生回数があったので少し驚きました。一度作ってしまえば何度も使うことができるエフェクトなので、早速この動画であなたのオリジナルのオーディオビジュアライザーを作ってみてください。それでは本編を見ていきましょう。アクション。まずは簡単にロゴを作成していきましょう。今回はイラストレーターで楕円形ツールを使って 500×500 の円を作っていきます。まあこの中に収まるように何かしらの素材を入れていってください。最初はタイトルを表示したロゴを入れておいてから、その後ろにはモンスターどもを適当にぶち込んでおきましょう。ちなみにこのアクションプラネットにたびたび登場するモンスターたちの名前はまだ決まっていないんですけれども、よかったら名前の候補をコメントしてみてください。あなたが名付け親になれるかもしれません。さあ、ということで配置が終わったら円の黒い線を消しておいてから書き出しをすることで丸いロゴが完成します。さあ、これを元にしてこれからアフターエフェクトでオーディオビジュアライザーを作っていきましょう。まずは新たなコンポジションを作成します。名前はロゴにしておきましょう。そうしたら縦と横の長さはそれぞれ500にしておいてから正方形を作っておきましょう。デュレーションは音楽によっても変わってきますが、まあとりあえず10分もあれば大抵は足りると思います。ここはドロップフレームで OK です。さあ、そうしたらこのコンポジションの中にさっき作ったロゴを挿入していきましょう。そして右クリックからトランスフォームの中にあるコンポジションに合わせるというのを選択することで、正方形の中にぴったりとロゴが入るようになります。はい、そうしたらここは OK。 続いてはまた新たなコンポジションを作成しましょう。名前はスペクトラムにしておきます。そうしたらこのままだと正方形なので、プリセットから HDTV1080 の 29.97 フレームパーセカンドにしておきましょう。そしたらあとはとりあえず OK です。続いては新規平面レイヤーを作成して、名前はサークルにしておきます。ここの色は別に何色でもいいです。さあ、こいつをどうする？エフェクトかける？何のエフェクトかというと、円のエフェクトを見つけてこれをこいつにぶっかけましょう。するとどのみち白い円ができちゃいます。そしてエフェクトコントロールから半径を275にしておいて、またエフェクトからグローというのを探し出してこの平面にぶっかけましょう。グローっていうのは光を発する効果のことですね。元を合成のところは上というのにしておいて、グロー操作はなしというのにしておきましょう。まあ光の度合いを強くするのであればグロー半径とかも上げていってください。さあ、そうしたら今度もまた新規平面レイヤーを作成して、色は白にしておきましょう。実はここも何色でも OK です。白いので名前をホワイトにしておきます。そうしたらいよいよこのホワイトのレイヤーにエフェクトから本日の主役でもあるオーディオスペクトラムを適用しましょう。するとなんだかいっぱい数字が出てきて、ここで自由にオーディオビジュアライザーを作っていくことができます。ワクワクするだろう。まず数値ですが、開始ポイントは X 軸を0にしておいて、終了ポイントでは X 軸を1920にしておきましょう。これは今回の画面サイズの横の長さが1920だからです。これでこの点々の波形が端から端までつながるようになります。そして終了周波数は250にしておいて、周波数バンドは2000にしておきます。音楽に対して敏感に反応させたいときはここら辺をいろいろといじってみてください。最大高さ、つまり波の高さは700に最初はしておいてからの、オーディオのデュレーションは170にしておきます。最初の波の色は白にしておきたいので、内側のカラーと外側のカラーは白に設定しておきます。はい、すると横に1本の白い線が引かれてます。このままだとただの一直線の波になってしまいます。ということで、とりあえず真ん中のでかい丸は非表示にしておいてから、エフェクト&プリセットから極座標というのを見つけ出して、これを適用しましょう。でい、そしてこの極座標の変換の種類を長方形から曲線へというのにしておいて、補完を 100% にしていくことによって線が丸くなります。はい、これで OK。
続いてはこの下のところに音楽を挿入します。ここではこの音楽はプリコンポーズをしてミュージックと書いておいてから OK をしておきましょう。そしてホワイトの中にあるオーディオスペクトラムで今入れたミュージックのコンポジションにレイヤーを指定してあげることでオーディオビジュアライズが作動します。これだけでもなんか楽しいですね。ここでスペクトラムのサイドオプションでサイド B に指定しておきます。これで外側にしか波が出なくなります。ここで一番上に作ってあった円の一番下にあるグローを見てこれをコピーしてからホワイトの中に同じようにペーストして適用してあげましょう。すると波形が少し白く発光しております。さてこの白だけでも美しいですが、これから楽しくいろんな色を作って遊んでいきましょう。ということでホワイトのレイヤーをコマンドプラス D で複製しておいて、最大高さはプラス50増やして、デュレーションはマイナス10減らしておきます。内側のカラーを赤にしてから負けじと外側のカラーも赤にしておきますと、おお、かっこいい色合いになりました。これはレイヤー名をレッドに改めねばなりませんね。続いてこのレッドもコマンド D、略してコマンディで複製して、先ほどと同様に最大高さを50増やしてデュレーションを10減らします。色は今度はパープルにしましょう。あとはこの作業をあなたの追加したい色の分だけ繰り返していきましょう。コマンディからの高さとデュレーションの設定をひたすら繰り返していきます。若干の早送りをしていっておりますが、カラフルになる感じがとても美しいですね。まあここはたくさん増やしていってもいいですし、あるいは1色や2色だけにしておくのもいいと思います。いろいろと試してみながら気に入ったやつを使っていきましょう。はい、とりあえず満足いくまで色を追加していったら、この中のすべてのレイヤーを選択しておいてからプリコンポーズをしておきましょう。名前はスペクトラムレイヤーズにしておきます。さあそうしたらこの今作ったコンポの上に最初に作ったロゴのコンポジションを挿入していきましょう。そうしたらエフェクトパネルからミラーを探し出して、これをスペクトラムレイヤーズに適用します。これで反射の中心の X 軸をずらしていって、画面サイズの半分の960にしておくことで左右対称のオーディオスペクトラムが出来上がります。はい、そうしたら総仕上げです。新規コンポジションを作成して、ファイナルコンポジションとしてこれまでのものをまとめていきます。今作ってきたスペクトラムを入れておいてから新規平面レイヤーを作成しましょう。名前はパーティクルにしておきます。そうしたらエフェクトから CC パーティクルワールドというのを見つけ出して適用します。これはパーティクル、つまり細かい塵や粒などを作り出すときに使うエフェクトです。今回はガイドは使わないので、このガイドのチェックマークはすべて外しておきましょう。そうしたらバースレイトはパーティクルが生み出される量なので、このままにしておいて、ロンジェビティ、つまり持続時間を4秒にしておきます。プロデューサーは同じところから生み出すやつなので、半径はすべて0にしておきます。フィジックスでは物理的な設定ができますので、まずはアニメーションをフラクタルオムニにしておきます。そしてグラビティ、つまり重力は0にしておきましょう。エクストラアングルも均等に出てくるように0にしておきましょう。まあこのパーティクルは自分でいろいろといじってみると面白いので好きにしてください。このパーティクルの種類のところからいろんなタイプがあるのですが、今回はシンプルに丸い粒々を作りたいので、レンズコンベックスというのに設定をしておきます。バースサイズとデスサイズで最初と最後の大きさを設定することができます。ここも好きなように数値をいじってみてください。最大の不透明度のところでは 100% にして透明感をなくしておきます。もしパーティクルの色を変えたいというのであれば、エフェクトから塗りを見つけ出して適用してあげることで色を変えることができます。ただもう今回は白でいいでしょう。シンプルに白にしておきますよ。さあそれではこれから動画全体が音楽でビートするように設定していきます。ということでミュージックのコンポジションの中に入れておいた音楽があると思うんですが、この音楽を右クリックしてからキーフレーム補助の中にあるオーディオをキーフレームに変換というのを選択していきましょう。するとオーディオ振幅というのができます。英語版のアフターエフェクトであればここはオーディオアンプリチュード
ていう風になっているかもしれませんが、このソース名をよく覚えておいてください。そしてこの中のエフェクトにある右と左のチャンネルというのは必要ありませんので、ここでは削除しておきます。そしてここには両方のチャンネルと書いていますが、これも後で使うので覚えておいてください。そうしたらさっきまで遊んでいたパーティクルワールドのところに戻っておいて、一番下のエクストラズのところを開いてみましょう。このエフェクトカメラを開くとローテーション Y というのがありますが、これをオルトオプションクリックを押してエクスプレッションを追加していきます。そしてエクスプレッションのボックスの中に今表示しているようなエクスプレッションを記載していってください。ミュージックというのは音楽が入っているコンポジションの名前で、オーディオ振幅はさっき追加したやつですね。その中にあるエフェクトとして両方のチャンネルというのも記載しています。この名前は言語とかコンポジションの名前によって変わってきたりしますので、それによって変えていってみてください。ということで次はローテーション Z も同様に、今のコピーしたエクスプレッションを貼り付けて、最後の10の数字だけを30に変えておきましょう。この2つのエクスプレッションによってパーティクルがローテーション、つまり音楽に合わせて立体的に回転するようになります。はい、そうしたらぶっちゃけこのまま完成としてもいいんですが、左右対称にするためにエフェクトからまたもやミラーを見つけ出してパーティクルに適用しましょう。そして X 軸を960にしておくことで左右対称にパーティクルが発生するようになります。はい、これで OK。 では最後に音楽に合わせてロゴを拡大させていきましょう。ということでエフェクトからズームというのを見つけ出してスペクトラムに対して適用します。そしてズームの拡大率を100にして、サイズの方はここでは1100にしておきましょう。ここで拡大率に対してエクスプレッションを追加していきます。エクスプレッションはさっき使ったやつをコピーして最後の数字だけを5にしておきます。はい、これでようやく周りの輪っか、パーティクル、そしてロゴの3つが音楽に合わせて動き出すオーディオスペクトラムのエフェクトが完成です。細かい調整とかをしたければロゴの大きさを動かしたり、ロゴを差し替えることもできますので安心ですね。まあ最後に背景素材を一番下に挿入してコンポジションを合わせることによって、 YouTube などでたまに見かけるオーディオビジュアライザーの動画が完成です。ワークエリアは音楽の尺の分だけに狭めておけばいいですね。まあパーティクルだったり他に気になるところがあれば、細かい数字なんかはその都度自分で調整していってみてください。最後に書き出しのところからメディアエンコーダー級に追加することで動画として書き出されていきますので、実際にあなたも音楽の配信を考えているのであれば、早速チャンネルを開設してみてもいいかもしれません。はい、ということでここまで見てくださり本当にありがとうございます。楽しんでいただけたでしょうか。もしちょっとでも楽しかったよと思ったら、スキルを独り占めせずに誰かに教えてあげて、一緒に動画を作っていきましょう。そしてわからないことや感想、もしくはこんな動画を作ってほしいといったリクエストがあれば、コメント欄のところにどんどん書いてみてください。ということで今回の動画は以上です。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。